面です。どうぞご覧ください。私と兄上は桃園で義を結び、官室を助けようと誓った。もともと慶州は官の領土、私が守っている限り一寸たりとも返しはせん。しかしそれでも城外にあれば訓命受けざるところありだ。将軍、どうかお願いでございます。孫権殿は私の家族を人質に取り、もし慶州が戻らねば必ずや殺されます。将軍御所でございます。それこそ孫権の策略だ。私はごまかされんぞ。将軍、それはあまりにも心なきお言葉。つべこべ申すな。清流エゲス島には心などないぞ。将軍。父上、軍師殿に免じてご辛抱ください。軍師殿の兄上でなければ生きて遠へ返さぬところだ。お送りしろ。将軍。参りましょう。さあどうぞ。いや父上、私にはわからないのですが。なんだ。おじ上は三つの軍を返すように書いておられましたが、断ったとなると命に背くことになるのでは。お前はまだ若いから微妙なところが分かっておらん。返さぬのが叔父上の真意で、返せば叔父上の命に背くことになるのだ。まだ分かりません。お教えください。孫権が紫雄殿をやったのは弟の軍師殿の口を塞ぐための策。おじ上も軍師殿の手前断れまい。そこで一応承知し、私に断らせたのだ。慶州は幼稚ゆえ、おじ上とてみすみす私はしない。書面はおじ上の字だが、これは軍師殿の計略だ。おお、これは紫雄殿、わざわざ礼に来られたか。孔宿殿、関羽殿が返してくれません。なんと。孔宿殿の書簡をお渡ししお願いしたのですが、関羽殿は人情を返さないばかりか返さぬと申され、しまいには殺されかけ追い出されました。あの男も相変わらず短気だの。さあ泣かれるでない、お座りくだされ。失礼します。さあどうか孔宿殿からも関羽殿を説得くだされ。雲長は気性が激しいゆえ簡単には参らん。実は私も困っているのだ。今は孔明殿も留守にしている。ここはひとまずお帰りくだされ。私が当選官中を奪ったら、その時慶州をお返しいたす。それでいかがですかな。しかし孔宿殿。なんということだ。そなたはただ駆け回らされ手ぶらで返された。孔明にはめられたのだ。そうではございません。孔明は涙ながらに頼み、三つの軍の返還を承知させたのです。ところが雲長がガンとして拒んだのです。
とにかく劉備は三軍を返すと申したのだ。早速大使を選び、調査慶応霊僚に赴任させ、相手の出方を見よう。はい、それがよろしいかと。関羽将軍、関羽将軍、孫権は大使として3人を調査慶応霊僚に赴任させました。すぐに奴らを追い返せ。逆らう者は切れ。はっ。御主君、どうした。御主君、我ら調査慶応霊僚に大使として参ったのですが、関羽めに追い出されました。危うく殺されそうになり逃げ帰ってまいりました。ご主君、御主君、ふん、関羽の奴めバカにしよって。誰か、は、立候へ行き、ロシクを呼んでまいる。はっ。その方が劉備の受け人となり、あやつに慶州を貸すことにさせ、聖戦を取ったら返すと約束させたのだぞ。だが今になって約束を破り、関羽は頑として返そうとせんのだ。何か良い策はないのか。私もそのことが気がかりでしたが、やっと策が浮かび、それを申し上げようと。